はーい、おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい、えー、なんというかね。まあ、いろんなことが起こってます、いろんなことが。はい。えー、これね、西側だけじゃないです、あの傾向は。はい。えー、ここのところね、あのー、いわゆる、ひよこちゃんの誕生がね、えー、なんていうのかな。 少なくなってきてるっていうことをね、いろんな国で言い始めてますよね。はい。えー、日本でも起きています。はい。えー、これね、えー、西側だけじゃありません。はい。なんと、あのー、昨日ね、特売隊さんが報道してくれてたんですけど、はい。えー、地位のお国でね、これが始まってるということです。なんと、おー、 三百四十万人ですね。はい。三百四十万人。はい。これ、1960年の、えー、大飢饉ですね。大飢饉の時よりも少ないす数字だそうです。三百六十万人ですよ。はい。えー、いわゆる、えー、ひよこがね、生まれなくなってると。はい。 まあ、そういうことでございます。なのでね、例のあれですね、あのー、レアチーズケーキです。はい。これの効果は、別にね、あのー、M なんちゃらとか関係ないっていうことがわかりますよね、これで。はい。M なんちゃらではないみたいですね、どうやら。はい。えー、なんせね、C のお国であ、こういうふうになってるということはね、えー、それまでもね、えー、去年もね、あのー、なんていうのかな、 多分ダウンタウンとかやってたと思うんですよね、ロックの。でもこんなにね、えー、減ってはいませんでしたから、はい。そういうことでございます。はい。えー、なのでね、えー、まあ考えてみれば当たり前なんですよ。はい。えー、どうしてかっていうと、向こう側の計画ですね。はい。向こう側の計画、あのー、全世界でね、5億ですから、5億。はい。えー、でね、えー、C の場合はね、 一つに、の国だけでも10億以上いますんで、そりゃあね、サクッと情報がね、するだろうなとと思ってました、大規模に。はい、えー、予想の通りでございます。はい。えー、なのでね、えー、なんていうのかなは日本だけじゃないってことですよ。はい、えー、まあ西側だけじゃないってことです。つまりは。まあそういうことでございます。 こちらね、あのー、貼っておきますので、あのー、見に行ってください。なので、敵を間違えてはいけません。はい。敵は、どこかの特定の国ではなくてね、はい。上にもっと上にいる人たちだということなんですよ。これがわかんない方がは、結構いらっしゃるんでね、えー、まあ、あ、いるんですよ。はい。<laughs> いるんですよ。そういうことなんです。 はい。わかりますでしょうか。340万人ですね。すごいですね。すごい、弦の弦のね、少々率ですねあ。まあ、あの、日本だったらね、こんなにね、えー、もう、こんなんだったらね、もうね、大変なことになってますけど、まあ、あの、ね、あのところはね、えー、まあ、えー、とりあえずね、えー、人のね、 クッチーが多いんで、なんとかごまかしてるんだとは思いますけど、それにしてもすごい数です。はい、びっくりしました。まあ、そういうことですよ。はい。えー、なのでね、適表待ち見間違えてはいけませんということです。あとね、えー、もう一つね、ちょっとあの、今日お願いがあったんですけど、まあ、こういう方あんまりいらっしゃらないんですけどね、えー、 えっと、お一人にですね、まあ、言ってみればね、えー、カナの、ね、ダッターに住んでらっしゃる方みたいなんですけど、えー、とっても失礼なコメントを書いてく、えー、る方がいらっしゃるのでねちょっと、あのー、申し訳ないんですけど、えー、礼儀をねわきまえない方のコメントはね、えー、サクッと上をさせていただきますので。 はい、えー。そういうことでございます。はい。えー、だいたいね、えー、皆さんわかると思うんですけど、人をね、目の前にして同じようなことを言えますかっていうことですよ。はい、えー。そういうことなんです。つまりは、あのー、ネットといえどね、人間対人間です。そのことを忘れてしまってはいけません。自分の顔がわからないからとか、自分のと、 何て言うのかなあ自分のことをね、特定できないからといってね、何を書いてもいいということではないんです。はい。わ、えー、かりますでしょうか、えー、その辺のことをね、えー、きちんとわからないと、あの、立派な大人とは言えないと思います。はい、えー。そういうことです。まあ、他の人はね、全然大丈夫なんですけどね。 はい。あともう一つですね。最近多分ね、皆さんのね、あのー、気がちょっと緩んでるんだと思うんですけど、私もたまーに緩むことあるんですけど、例の金句ですね。はい。フレームレアチーズケーキ関連のことです。はい。イベちゃんだったりとかね。はい。えー、ヒドちゃんだったりとか。まあ,あ、いろいろありますよね。関連。はい。えー、チーズケーキ関連ですね。そのことをね、はっきり書いてしまう方が参見して、 されるんです、えー、申し訳ないんですけど、私の、私のチャンネルでは書,書かないでください。はい、えー、コメントに書いてあっただけでね、私は言ってないんですけど、コメントに書いてあっただけで、後でその動画がね、半年後に見たら黄色になっていたっていうことがあります。はい。えー、なので、申し訳ないんですけど、お伏せ時もしくは、 リンゴでお願いいたします。はい。私からのお願いでございます。はい。えー、もしね、あの、こういった、あそのまま書いて、えー、しまう方をね、えー、見つけたらあ、今後はね、あのー、注意せずも、あのー、すぐにサクッと上させていただきます。はい。そういうことです。これ人に、まあ、寄るんですよね。人にも。あの、厳しい方には厳しくて、 え、まあ、ゆるい方にはゆるいんですよ。はい。えー、まあね、新年さんとかは私よりももうちょっと厳しいみたいなんですけど。えー、なのでね、えー、皆さんね、あの、注意されてください。はい。あの、例のね、えー、コロアンティーナ関係。 はい。そしてね、えー、チーズケーキ関係ですね。レアチーズケーキ関係。はい。あちらの方は、あどうぞね、えー、伏せ字で、えー、お願いします。引き続きお願いします。はい。えー、そういうわけですのでね。えー、まあ、気が緩むのはわかるんですけど、ちょっとあのー、困りますのでね。よろしくお願いいたします。はい。えー、それではね。 えー、今日もね、一日元気に過ごしましょう。沖縄おばばでした。はい。みてさんかわいいですね。はい。